はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、バカルディの、モヒートですね。バカルディモヒートの瓶ですね。これ缶のやつも確かあった気がするんですけど。まあ、アルコール度数が6%で、内容量が 275ml。モヒートはラムとミントフレーバーの爽やかなカクテルです。原材料名がラム。糖類酸味料、香料、酸化防止剤。黄色4号、青色1号。あれ？ミントは？ミント入ってねえの？っていうね。ミント入ってないんかい。まあいいや。これ値段が200円ぐらいですね。高いです。まあ、これはまだバカルディのブランドだからね。高いのも納得できるんですけど、前回のあれは、ねえ、なぜ高いのか意味がわからない。CC レモンのね。じゃあ乾杯。これは、いいですね。しっかりミントミント。まあ、モヒートはね、なかなか、作るのがめんどくさいというか、材料がね、材料ですしね。まあ、なかなかミントって、なかなか難しいですよね。まあ、このバカルディのモヒートですが、缶のやつもあるね。てか、缶のやつの方がいいじゃねえか。容量そっちの方が多いぞ。しかも値段同じだし、多分。無駄に多分こっちの方が高いぞ。久々に飲んだな、モヒートは。なんか、ね、ちょっと、ライムっぽいのが、酸味がありますね。まあ、俺、モヒートそんなに、好きじゃないんですけどね。これのね、なんか、モヒートの、ね、バカルディのやつで、なんか、ソーダで割る、原液を割るだけで、モヒートができるみたいなのとかも売ってますね。ね。まあ、そんなに、モヒートは、ね。そんなに、結構人気なんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。
まあでも、バカルディはやっぱり美味しいは美味しいですね。特にホワイトラムが非常に美味しい。とは思います。ただ俺は、ちょっとこの、なんかあんまり好きじゃないですね。バカルディの。バカルディシリーズはあんまり、こういうモヒートとかさ。キューバリブレとかありましたけど、あんまり、まあ、キューバリブレはっていうか、基本的にこういう系は、こういう最初からできちゃってる系は、もうカクテルとは言い難いので、あんまり、じゃあ買うなよって話ですね。それは間違いない。やっぱ自分で作って飲むっていうのが一番だと思いますけどね。それは当然だ。まあ、ただ見た目が結構モヒートって結構、あれだったりするんで、綺麗だったりするんでね。まあ、あれなんですけど。まあでもやっぱり、モヒートもそうだけどね、やっぱり自分で作って飲んだ方が美味しいかなと。そろそろ炭酸飲料がなくなってきたんで、炭酸飲料買おうかな、アマゾンで。前アマゾンで、アマゾン限定の木村飲料の爽やか炭酸水っていうのをケース買いしたんですけど、正直あんまりよろしくないですね。値段安いんですけど、ちょっと炭酸が別にあんまり強くないんで、やっぱウィルキンソンの炭酸かペリエかなー、やっぱなー。まあ、あとはアマゾンで昔買った、サンペレグリノっていうのも全然クソですね。あれがもう、炭酸水じゃなくて、ただの水。クソ。完全なクソ商品でした。あれは。ペリエにしようかな。ペリエの缶のやつがね、結構、コスパがいいんで、ペリエの缶のやつにしようかな。ペリエの缶のやつね。330ml。で、1本68円、安いですね。1本68円か、どうしようかな。1本68円、ウィルキンソンの炭酸よか安いんですよね、やっぱね。やっぱまたペリーにしようかな。前、まあ、ウィルキンソンの炭酸の、缶のやつ、もうね、ちょっと、あれなんですけど、美味しいんですけどね。やっぱ、ウィルキンソン炭酸の、にしようか。
難しいね。ウィルキンソンにしようか、ペリエにしようか、迷っちゃう。まあでもペリエは強いね。コスパ的に考えると、500÷330 だから、1.5 倍。68×1.5 だから、102か。ウィルキンソン炭酸にするか。ねえ。500ml で、24本入りで、2092円。1本87円。1本あたり87円か。ウィルキンソンはやっぱり、炭酸が強いからね。炭酸水。の良さって言ったらやっぱ炭酸が強いことと、あと無味なことでしょうか。まあでもペットボトルだとね、どうしても使い切れなくて結果としてちょっと残っちゃうのがあれなんですけどね。まあいいや、ということで、バカルディのモヒートですが、まあでもこれはまだ買う価値はあるでしょう。まだね、まだあります。コク甘み。コク甘み。香り。香りは、まあでも俺はもう二度と買わないでしょう。多分。三つ星だな。はい、3353です。ね、とうとう3月31日、明日、消費税が増税されますけどね。まあ、これといって別に買うものもないので。あ、でも買ったか。あれ買いましたね。ビールケース買いした。ぐらいでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。